ティモシー・ドナルド・クックは、アメリカ合衆国の実業家、作家、教育者。アップルの最高経営責任者。2005年より、ナイキの社外取締役も務める。短縮型名は、ティム・クック。フォーブス氏の、世界で、最も影響力のある人物リストでは、2018年に24位に、選ばれている。アラバマ州、ロバーツデール出身。3兄弟の次男で、 父は造船所の労働者、母は薬局に勤務していた。1982年にオーバーン大学で生産工学分野の理学士を取得後、1988年にデューク大学で MBA を取得。インテリジェントエレクトロニクス社 CEO を振り出しに、IBM パーソナルコンピュータ事業を、北米ディレクターとして12年を過ごし、コンパックのバイスプレジデントを、 半年勤めた後、1997年に辞任した、マルコ・ランディ COO の公認として1998年に、アップルコンピューターに入社。オペレーション担当上級副社長を経て、2000年10月9日の、ミッチ・マンディッチの引退に伴い、ワールドワイドセールス担当を兼任。2002年のワールドワイドセールスオペレーションズ。 担当エグゼクティブバイスプレジデント就任を経て、2005年10月14日には、最高執行責任者に昇格。アップルの前 CEO スティーブ・ジョブズの下で、経営の実務面を担当し、同社の躍進を支えてきた。2009年と2011年の2回にわたり、病気治療のため休職したジョブズに代わって、CEO 代行を務めた後、2011年8月24日、 ジョブズの引退に伴い CEO に就任した。ホワイトハウスでトランプ大統領と会談するクック2014年10月30日、自身がゲイであることを明かすことで同じ立場の人々を励ますためとして、ブルームバーグビジネスウィーク11月3日号に寄港し、カミングアウトした。クックはフォーチュン500社の CEO の中では自身がゲイであることを公表した。 最初の人物である。中華人民共和国の聖火大学経済管理、学院顧問委員会のトップである主席を務め、習近平国家主席とも会見している。ありがとうございます。